こんにちは。行こうか。参りましょう。行くぜ。いいぜ。怪我しないで。鬼門封じも一興。さてと、とっとと片付けるぜ。鬼払いするぞ。またこうしゃいいんだろう。では熟しました。一斉攻撃です。
慢心せず次の戦いに備えましょう。いらっしゃい。またどうぞ。
いらす。たたり神が力を見よ。毎度。夢は辛いか。夢から覚めたくない人の気持ち、もう夢の中でしか会えない人たちがたくさんいるから、できたらお父さんとお母さんに謝りたいかな。突然いなくなっちゃってごめんなさいって。ってやめやめ、お姉さんはもっとしっかりしてなくちゃね。君の前だとつい気が緩んじゃうのよね。さあ、今日も頑張っていこう。ん？初歩？私。どうした？ハツコ、しっかりしろ、ハツコ、ハツコ。ヤマト様、ハツコ様は。ダメだ、目覚めない。夢煩いと見ていいだろう。あいつが。話がおかしかねえか。夢煩いになるのは現実から逃げたいと思ってるやつだけだろ。あいつがうんな玉が。話しておく必要がありそうだな、初歩の過去。浦島太郎。ああ、
俺が10歳の時のことだった。40年後に戻ってきた時には初穂の家族は誰一人生きていなかった。友人さえもな。40年の時を超える、そんなことが。じゃあ何か、あいつはそん頃に戻りたくて。しけた話聞いちまったぜ。鬼を倒せば初穂も目覚めるんだろ。ならさっさとそいつを見つけようぜ。ああ、そうだな。お前たちにも働いてもらうぞ。